やばい。バイバイ。家に戻ってきました。1ヶ月以上家離れてたので、湿気こもりそうなものとかは全部こんな感じで外に出していたんですけど、一旦大丈夫そうでした。ラスト米沢さんです。はい、というわけで、奈良から台北に戻ってきました。今ちょうど台北に戻ってきて3日目ですね。で、突然の報告になるんですけれども、昨日で台湾の会社を退職することになりました。なので今日が退職1日目です。ということで、記念して、はい、また動画撮ってます。ちなみに今回で出演が最後になるであろうミスター米沢も、最後とは限らない。多分当分おそらく、まあオンラインで出ることはないですね。そう、また会えば、ちょうど米沢さんも福岡に今住んでて、またま台湾に出張しに来たタイミング重なったので、はい、会ってるんですけど、はい、僕も、今米沢さん福岡で働いて、で僕は昨日退職してっていう感じになります。はい、僕は退職してないです。そんな感じでですね、当分この2人で映るのはまた次どこかだいぶ先になると思うんですけど、一旦今日こんな感じで記念して撮ってます。ただ福岡来たら、確かに田さんまだあれでしょ、台湾住み続けるか日本帰るか決めてないでしょ。そうですね、一旦台湾にいる予定ですけど、でもちょっとまだ明日のことはわからないんで、やれるところまで頑張ります。頑張ったらダメです。ちなみにこれ突然辞めることになったっていうんですが、全然嫌な辞め方でもなく、ちゃんと円満に辞めてるので、はい、本当ですかね。ちゃんと証拠見せた方がいい。あとだからこれ終わった後、なんかまた部屋で一人でちょっとこの入ってから働いて、そして辞めるまでのなんかこの30分ぐらい一人語りした方がいいんだな。確かに、それ多分ほんの少し需要あると思います。確かに。ということで、多分米沢さんは当然さよならです。バイバイ。やってください。最後のタイムスお疲れ様です。時折の視聴者の皆さん、また来年再チェーン。じゃあお疲れ様です。気をつけて。はい、お疲れ様です。また、はい、またバイバイ。もともと一緒に働いてたうーちゃんで偶然会いました。やばい、本当に泣きたくなる。たまたま見つけた。カメラに向いてってると、なんかさ、日本語がすげえ、なんか出てこない。いや、自分もやってたじゃん、YouTube 撮ってたじゃん。エチケも日本語喋ってます。はい、あと一緒に働いてた川上さんです。田さん。そして、一緒に働いてた倉田です。倉田です。先生、田さん、鶴田です。でーす。やばい、ヒゲ剃れない。ヤスのプログラムで台北に来てちょうど誕生日だったので、これは誕生日を理由にみんなに台湾に来てもらったらいいなと思って、ちょっと呼んでみたら、みんなこんなに来てくれてめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ちょうど今パーティーから帰ってきてですね、ジャケット着てるので、ということで引き続きフードコートお楽しみです。はい、バイバイ。今日は部屋掃除して引っ越しの準備中です。ちょっとめちゃくちゃ荷物が多いんですけど、これ今日全部同僚の家に運びます。ありがとう。普通に考えてめっちゃ量多いですよね。
はい、そんな感じで今から同僚に手伝ってもらって引っ越します。はい、というわけで昨日引っ越し作業が完了したんですけど、今日はですねほとんど荷物がない状態です。で、今日に、この部屋の引き渡しをするので、最後ちょっと簡単にルームツアーだけできたらなと思います。で、僕が住んでるこのエリアなんですけれども、アシャンイージョ B2 っていう元々のその主導だったところを改装してできたアートの商業施設、まあ、レストランとかバーとか、あと映画館、ライブハウスが入ってるようなエリアがあるんですけれども、その隣に住んでいます。ちょうど台北のど真ん中に位置するエリアなので、すごく気に入ってたんですけど、会社を退職して、で、やっぱちょっと家賃って固定費だいぶ高かったりはするので、一旦ここから引っ越そうかなっていうところで、はい、今回引っ越すことになりました。だいぶ特殊な部屋ではあるんですけど、まあ気に入ってたので簡単にお部屋の紹介をしたいと思います。まず、うちの部屋がだいぶ特殊なんですけれども、もともと一つのでかい部屋をだいたい3つの部屋に分けてるような感じなので、僕の部屋がこんな感じでベランダから入るような仕様になっています。で、ここがまあ荷物置き場みたいなスペースなんですけど、ここに僕は植物とか置いたり、あとまあ EC で買った段ボール箱を一時的にここに置いたりしてました。で、一応まあこんな感じで大きな窓もあって、まあ、太陽の光とかが入ってくるので良かったですね。ただここのその欠点っていうのは、室外機がこの家の屋内にあるので、エアコンとかつけるとめちゃくちゃ暑いっていう、ちょっとこれだけはきつかったですね。なんか下もこんな感じでちょっと日本っぽくて、はい、気に入ってました。で、中に入るとよいしょ、まず僕が部屋に戻ってきた時に最初にくつろぐあのリビングスペースみたいなところで、まあ、ソファーと簡易的なテーブルがあって、で、こちらにテレビがあります。ここで僕はネットフリックス見たりとか、まあ、本読んだりとか、まあ、何かしらちょっとくつろいだりするスペースになります。で、ここにミニの冷蔵庫があって、まあまあ料理するときに一時的に野菜保存してたり、あとまあほとんどあれですね、ジュース、水とかの飲料系をここに入れてましたね。キッチンスペースもこんな感じでありましてですね、まあだいたいここで簡易的に料理はできるようになってるので自炊してました。で、収納とかも意外とこの下に食器とかも全部入れれたので、あのそんなに困らなかったです。こっち側のテーブルとかに関しては、野菜とかやっぱり切るスペースこっち側はあんまりなかったので、なのでここでちょっと野菜切ったり簡単な調理したりだとか、あと、まあ、気分転換にここで仕事をしたり、あとコーヒーとかもここで飲むことが多かったです。まあ、あとご飯もなんやかんやここで食べることが多かった気がします。ちょっとなんか良いですよね。僕結構ここのスペース好きでした。うん、まあ、キッチンスペースはこんな感じですね。で、そのすぐ横に、はい、ドラム式の洗濯機もちゃんとあると。続いてこっちの部屋に行くとですね、こっち側はまあベッドルームになるんですけれども、こんな感じで、まあ、ベッドと、あと仕事をすぐデスクスペースで、服収納するクローゼット、でもちょっとこれだけだと足りなかったので、ここにラックみたいなの立てて、ここにもあのコートとか服はかけてました。この家って風の通りが悪くてすぐ湿気溜まっちゃったりするので、あの服とかなるべく外にこう出してましたね。一応ここで寝ててもここから光入ってくるので、なんか良かったですね。はい。で、次にシャワートイレなんですけれども、よく海外にある、うちに関してはこうトイレとシャワーは別のスペースになっています。特にそんなに目新しいものはないんですが、僕このあのトイレとシャワーは絶対分かれてるタイプがいいので、結構いつもそういう場所部屋を探しています。僕はこのスペースそんなにめちゃくちゃ広いわけじゃないんですけど、こっち側のスペースとちゃんとこの寝るところのスペースが分かれてることによって、なんか気持ちもちゃんと切り替えれるので、あのすごく良かったです。そんな感じで簡単にお部屋の紹介させてもらったんですけど、まあ、このお部屋の気に入ってる点はですね、まず日当たりがそれなりに良いっていうところと、立地がとにかく良い。そして、この結構特殊な部屋ではあるんですけれど、
空間が2つに分かれてることによって気分転換がこうちゃんとできるっていうところですね。それがすごく良かったです。で、逆に欠点としてはさっき言ったように入り口に室外機があるのでエアコンつけた時にめちゃくちゃ熱がこもって熱くなるっていうところと、あと一番はやっぱり湿度、風通しが良くないんですよこの部屋。だからどうしてもこう溜まっちゃってカビとかが生えやすいっていうところがやっぱり一番の、難点かなっていうところですね。まあ、それ以外は特に不満もなくすごく快適に過ごしてました。大体まあ人と会う時とかも会社に行く時もそうですけど、台北市内なので基本的には僕ずっと自転車乗ってこういろいろ移動することが多かったので、どんだけ夜遅くなっても自転車で帰れるっていうところはすごく気に入ってました。まあ、どこに行くにしても大体20分以内には着くので台北市内だと、はい、そういうところはすごく気に入っていたので、ちょっと寂しい気持ちはあるんですけれども、まあ、今回、はい、まあ、1年半ぐらい住んだのかな、そこでしました。はい、という感じでルームツアーでした。あともう1時間後ぐらいには大家さんが来てこの部屋の引き渡しになるので、はい、それまでちょっと荷物まとめて出れるようにしたいと思います。はい、最終的にこの2つに荷物がまとまりました。これで日本に一時帰国したいと思います。で、バックパックの方がロフミヤのバックパックなんですけど、こんな感じで容量拡大できてとても便利です。で、確かトートバッグの方がグラナイトっていうブランドだったと思うんですけど、普段は折りたたんでバックパックの中に入れてるんですが、こういういざという時にこんな感じでトートバッグとして役立ちます。はい、おすすめのバックパックとトートバッグですね。ということでですね、無事部屋の引き渡しが完了しまして、今ミンチェンシールーっていう近くにある、ホステルにチェックインしました。まあ、ここはちょっと数日間だけ寝泊まりするだけの宿として予約したんですけど、明日もろもろビザの手続きとか終わったら、日本に帰国しようと思っています。で、これからなんですが、ですね、昔よく一緒に YouTube を撮っていたメンバーの方々と久々にお会いする予定です。ということで久しぶりにね、はい、懐かしいメンバーと晩ご飯に行ってきます。それではまた。今歩いてる公園がRRバーゴン遊園っていうところなんですけど、結構でかい公園になります。まあ、夜これぐらいの時間に散歩したら涼しいし、いいところですね、静かで。で、今日約束してる場所はこの近くのすき焼き屋さんになります。前確かゴーニーの時に行ったのかな。はい、そこで今日は晩ご飯食べたいと思います。昔一緒に撮影していたメンバーで集まりました。亀貝さん、上海から。どうも。イヤウマ、香港から。どうもです。はい、久しぶりです。いや、久々に集まった。すごいよ、すごいメンバーだよ。すごい。亀貝2。何それ、煽ってんの。ちょうど今すき焼き食べ終わって、これからまたちょっと話足りないので別のところ行きます。
ということで今ホステルに帰っております。いやー、久々に懐かしいメンバーに会えてよかったですね。もう数年会ってなかったので、またこうやって台湾に再会できて嬉しかったです。台湾かどうかわかんないですけど、またどっかで会って一緒に動画とか撮影できたら一番いいなと思ってます。やっぱなんか久々にこう YouTube の話とかしたので、この動画の投稿も続き頑張ろうかなと思います。という感じで今日はここまでかな。おやすみなさい。おはようございます。今日はこれからですね、前職の会社に行ってビザに必要な書類をもらって、でその後移民局に行って新しくビザの手続きをする予定です。で今日は夜に、同僚とご飯食べる約束してるので、はい、それまではどっかで動画の編集作業をしたいなと思ってます。はい、という感じで前職の会社に行って今、ビザに必要な書類を全部もらってきました。なんかまだ辞めて数日しか経ってないのに、すでにオフィスが懐かしい感じがして、すでにもう入りづらくなってるというか、なんか別の会社感が半端ない感じがしました。そんな感じでですね、なんかさっきまで雨降ってたんですけど、晴れてなんか幸先も良さそうなので、このまま、ビザの申請に行きたいと思います。ちなみに自分がこれまで多分 SNS でどういう会社で何やってたのかみたいなことをあんまり言ってなかった気がするので、今回ちょっと退職を機にあのノートとか書いてるので、もしよかったら概要欄の方から見てみてください。湘南面っていう駅の2番出口を降りたら、ピンクの建物が前に見えるんですけど、あそこが移民局ですね。とりあえず手続き系は全部終わったので、明日急遽ですが日本に入りたいと思います。まあ一旦今回の台湾移住生活第1章はここで終わりという感じじゃないですかね。またちょっと台湾に戻ってきて、まあ、大体9月ぐらいですかね、台湾生活第2章始めたいと思うので、ぜひまた楽しみにしていただけたらなと思います。さっきまでホステルのカフェにいたんですけど、また別のカフェに移動します。でちょっと行きたかったカフェがですね、なんか今日ドラマの撮影してたみたいで、でそこの撮影のスタッフの方にもう一個別のおすすめのカフェがあるっていうところで、そこに行きたいと思います。でそこで動画編集してから空港の方に向かおうかなと思います。
さっき空港でチェックイン完了しました。今ちょうど台湾台風来てるみたいなので、明日はなんか会社が在宅になったり、お店とかも結構閉まるみたいですね。なんとかあの飛行機は飛びそうなので、ちゃんと日本には帰れそうです。また日本で整えて台湾に戻っていきたいと思いますので、今後もお楽しみいただけたらなと思います。ということでですね、一旦台湾の Vlog はここで締めたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。